ラングドックルシオン地域圏は、フランス南部、地中海に面するかつて存在した地域圏である。ラングドックは、奥語を抱えるため、カタルーニャ文化も残る。フランス革命前の古い圏、ジェボーダンは、現在のロゼール圏に一部が含まれている。2016年1月1日、ミディイコールピレネー地域圏と統合し、ラングドックルシオンイコールミディイコールピレネー地域圏となった。 日本の近畿地方と同程度の広さに、新潟県と同程度の人口がある。主要産業は、農業の他に造船、石油生成、鉄鋼、電子機器製造など。付近の海域では、天然ガスやウラン鉱を産出し、フランスのエネルギーを支えている。工業の発達に伴い、スペインやポルトガル、北アフリカからの移住者が増える傾向にある。エロー県オード県がある県。 ロゼール県ピレネ。県温暖で夏に雨の少ない文字通りの地中海性気候である。この地方は、ブドウの栽培に最適というよりは恵まれすぎていて、ブドウを植えっぱなしにしておけば、そこそこの収穫があり普段飲むのには、申し分のないワインができるため、お茶代わりあるいは、歯磨き用などと揶揄されるアンワインの産地だった。しかし、国民の生活水準が向上し、 朝から酒を飲む人も少なくなり、お茶代わりのワインの需要が減ったため、ワインの品質向上が叫ばれるようになり、1980年前後から奥クラスのワインも多く作られるようになった。ボルドーなどから厳しい規制にとらわれず自由に良いワインを作りたいという優れた醸造家が多数移入してきたこともあり、現在はかなり評価の高いワインが取れるようになってきている。 ありがとうございます。